久保さんあのー、うまいですねインスタントラーメン食ってると頭がインスタントになるよってすげえ格言じゃないですか確かにねお湯注ぐだけだからねこれね宮明宏さんの話、えー、宮明宏さんの「無駄無駄はない」っていうねみんなその文明が発達してね無駄を省こう無駄を省こうって効率化効率化無駄を省こうっていうことをみんなやってるんだけども実はその無駄が 人生において大切だったりするっていう、まあ、話をしてるなんか音声があるんですけどキノキとか、ね、で僕があの施術東京で施術受けてた時に、あのー、この施術受ける時ここは穴が開いててそこに顔を突っ込むんですけど顔、まあ、を突っ込むと色紙があってあ無駄なものなんて一つもないんだみたいなねなんか、まあ、そういう色紙があって。 無無無無駄を無駄駄駄ををにするのか、無駄を無駄だと思わないのかうん多分ここの考え方で大きく人生は変わるんじゃないかなと思いますね。うん、だ結局、まあ、受信力の話にもつながる部分はあるんだけども無駄と思ったらね例えば詐欺にあったと最悪と思えばそこから何も発展はない発展をさせることは難しい。だけどそっかか、ら何か 学びを得られるんだったら、人生にとって大きな糧になりますよね。で、僕はそ、その、最近ね、久保さんはなん500万貸してくれみたいなメッセージ来て、まあ、動画撮ったんですけど、まあ、僕も100万貸したことがあって、まあ、その、まあ、帰ってこなかったんですよね。で、別に、その、裁判することもなく、僕は、その、なんだ、振り込み、約束の振り込み日に振り込みがされてないから、一つだけ送ったんですよ。振り込みされてないんですけどっていう。で、まあ、来て。 でそっからももういつも食ってないですけど、要は結局その振り、まあ、前,前段階としてもう3時間ぐらい喋ったんですよね僕もお金貸すこと人生で初めてだったし大金だったし100万僕当時の100万はもう僕にとって全財産みたいな感じだったんででそれだけ話して、まあ、期日に振り込まれなかったっていう、まあ、この時点ではまあああダメだなって思ってあもう無理だなと思って、まあ、僕はもう諦めて、まあ、そっからまあ あのまあすげー落ち込みましたけどあのそこからいろんな商品作ってね <laughs> 販売したりとかして乗り切ったんですけど今思うとその100万円の授業料っていうのはめちゃめちゃ僕に大きな財産になりましたね高かった確かにだから高かったけどめちゃくちゃその生きる上でのあのー、まあ逆に100万円で安くてよかったなっていう思えるぐらいに今なったし あのそこからいろんなことを学べたんでで今自分軸自分の人生を生きる上での糧となってますその,あの5年ぐらいお付き合いしてね、えー、しんあお世話にもなった持ちつ持たれつみたいな関係でまあ僕としてはまあ,あのまあそういう関係があったんでね仲良くしてただ友達みたいなね友達ではない仲間というかね まあそういう関係性だったんだけどもあこういうこともあるんだなそこまでそこまでよくそのね詐欺に遭いましたとかはそういう関係性じゃないじゃないですか多分あんまりなんかその儲け話ねなんか資料見てね儲かりますよみたいなでそれで騙されるっていうのがお多いと思うんですよでそれぐらいその社長間での、ね、お付き合いもあってそれぐらいの中でもそういうことがあ,りあるんだなとということはこれ絶対は本当世の中ないんだなとうんだからまあこれ結婚もそうですけどね まあ神父さんの前でね、親族がいる前でね、ANI を誓っても30%も離婚してるというデータが出ているわけですよ。人っていうのは本当に変わるんだなっていうのが、まざまざと僕はその体験できたことがすげえ良かったですね。だ人に期待しない。人に依存しない。あのー、人を信用しない。 うん、っていうのはもうそこから結構身につきましたね。人を信用しない、人に期待しない。まあ他人さ、ね。他人に期待しない、他人を信用しない。他人に依存しない。とにかく自分を作っていくっていう。自分、自分をし、自分の人生を信用できるような人生を送るっていう。うん。だからし、もう本当誰も信用しないですね。うん。 だからその信用できるとするならば、世の中で信用が今できるとするならばですよ、多分久保さんなんですよ。で、どういう信用かっていうと、久保さんは必ず動画は送ってくるだろうという信用ですね。多分、まあこれも絶対ではないんですけども、まあ世の中で一人だけ信用できる人がもしいるとするならば、僕は久保さんのそのこのやりとりの行動ですね。まあ他はわかんないです。 他は分かんないけどこの億万長者合宿のやり取りに関しては、まあ、多分まあ絶対帰ってくるだろうなっていう <laughs> っていう信用はありますねそれはやっぱこんだけやれるやついないんでさすがにうんそれは大久保さんも多分そこに関してはですよはどうか分かんないですけどここのやり取りに関しては多分日本で多分僕しか信用する人はできる人はいないと思いますね でも別にそこに依存しないしね。別に帰ってこ、ま、久保さんから帰ってこなかったとしてもね。別に僕はメインじゃないんで、これ。北款長者合宿のこれ、リレーがメインじゃないですから。<laughs> もうサブのサブのサブぐらいですから。うん、もうだってもう商品も売ってないですからね、億万長者合宿で。てか、億万長者合宿開催してもう4年 ?3 年 ?3 年はた経ちましたね。令和4年。だ令平成の最後にやって、今令和4年ぐらいですよね。多分今令和4年だと思うんですけど、 多分、億万長者合宿は平成の最後にやったんで、4年ぐらいですか。<laughs> ね。<laughs> もう、キモいっすよね、本当に。<laughs> セールス終わって4年やり続けるって、まあまあないですよ、これ。い <laughs> ってらっしゃい。